半分、抜け出したのは2号車赤間。75.9 キロの距離を走り切った2台の差はわずか50センチ程度。よくぞ追いついた赤間海斗、よくぞ逃げた片桐かなた。先頭争いが霞んでしまうほどの激しいドッグファイトを演じてくれた2人のドライバーに惜しみない賛辞を送りたいと思います。そして気になる6位争いは、4つのコーナーでサイドバイサイドを演じた後、たまらず5号車坂本が脱落した模様です。俺はこの車で今シーズンをフルに戦わなきゃいけない。こんなところで潰してしまうわけにはいかねえんだ。後先考えてねえお前とは違う。ビビったわけじゃねえぞ、これは戦略的撤退だ。ビビったな。3号車前園が単独の5位でチェッカーを受ける。さらに後続が来る。9号車相馬、5号車坂本、単独の8位は8号車テイラー。そして3台による混戦を制したのは18号車北原、7号車大谷、6号車柳田、さらにその後方16号車ヤシオ、1号車石神、苦渋の13位、最後に23号車京極。雨の芦ノ湖 GT を悪魔の潜む